お、あ、うわ、全然違う。お、笑顔、お、全然違う。お、顔が全然違う。めっちゃ笑顔や。おっしゃー。これ香りでいいんだっけ？香りでもいいんだよ。香りでいいんだよな。香りでいいんだよ。よしよしよし。香りさん、香りさん、香りさんだな。いや、かえす、香りさん、どうしたの？うん、いいよ。ありがとう。お話。いいなぁ。お、いいね。あ、ウィーね。あ、めっちゃウィーね。あーっしゃー。こう、ときめきのマックスになったあのイベントから、初めてのデート。おっ、来た。うわー、これやばいぞ、これはみんな。おい、これやばいぞ。あ、うん、平気。じゃ、やばいな、これ。今日はどこに行くの？そうだね、ファンキーショップがいいかな。うん。あの木の人形。そうかな、ちょっと地味じゃない？うん、見てるとなんだか心が和むよね。うん、そうだね、香織さんにぴったりだね。うん、私可愛げないから、こういうのじゃないと変だよ。あれあれ、あ、あれあれあれ、あの木のさ、やつがわからんだもん。ちょっと疲れたな。ブヤ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 だ。よっしゃー、2日目、もう一回行くぞ。難しいな、本当に。ダメ。おお、ああ、傘もいいな。傘もいいな。なんか急に可愛くなったな。いい、実に、実に。そう。ああ、かゆさんのアベレージってどれぐらい ?150 ぐらい？私のアベレージ180ぐらいだけど、かストライク5、6回取ってんじゃん。 すごいね、女の子にしては。そうか、ちょうど俺と同じぐらいだね。へえ、さすが運動神経いいんだ。うわー、どうしようかな。すごいんだね、女の子にしては。まあ、なんかちょっとなんか皮肉っぽく見えるから。あー、一番下かな。そんな運動神経はあまり関係ないよね。お、ボーリング好きなんや。ただお、いや、じゃ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 、いいぞ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 。今日は楽しかった。あ、水玉の傘っといいな。あ、水玉の、うおほー、来るよ、もちろん。よし、今日は八重さんの誕生日。さあ、何をあげようかな。あー、やっぱ最近ね、バレーボール始めたから、バレーボールシューズだな。よし、こう。あ、これ、部屋に入れる。おー、普通、お、なんかいいね。どうかしたの？なんかもう声の質が全然違うやん。めっちゃ嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。ありがとう。その、よかったら。やばいな、これサムネ、もうふわー、めっちゃいいや、これめっちゃいいや。ここが八重さん、香織さんの部屋なんだ。そうだ、プレゼント開けてみてよ。プレゼントもらえるだけで嬉しいのに、こんなに素敵なもの。よかった、すごく喜んでるみたいだ。ああ、いい。ああ、もう頭かい。やべ。死ぬ。死んじゃう。死んじゃう。死んじゃう。おーい。いや、かおりさんどうしたの？うん、いいよ。わあ、ちょっとなんかいろんなパターン見たくなってきたな。すげえ。お、全然違うやん、これ。もう、なんかこれ、もう、やばいな。帰るよ、もちろん。やばいな。グラフィックじゃねえ。立ち絵全然変わったやん。やば。力入れすぎやろ、ちょっと、ときめも作ったところ。どこやったっけ？コナミやったっけ？はい、ということで、体育祭だー。あー、やっぱ弁当のしないんか。まあ、ないと思ったんだよな。二次三脚。起きたー。
二人三脚。まだ決まってませんよ。じゃあ。やったー。おお。よし、頑張ろうね。わ、いいなー。めっちゃいい。このギャップの差がすげえ、すげえ好き。あ、ほら、あのエヴァンゲリオンでさ、綾波とかやったらさ、こう、まあ、ちょっとあの主人公のこと好きになるけど、こうなんかこそっとじゃん、こう位置について、まああなたが死んでも、あ、私が死んでも代わりはいるものみたいなね。惜しかったね。うわー、くっそ、勝ちたかったな。うわ、めっちゃ勝ちたかった。褒められたい、褒められたいよね。え、みんなも褒められたいと思うだろう、そう思うだろう、絶対褒められたいと思うだろう。これすごいよね、これ。ときめんを作った人天才だね。うん、もう一度やろう。もう一度やろう。よいしょー、ちょっと褒められたいがために戻ってきました。二人三脚でね、もうあれは見たんで、ちょ、もう100メートル走でね、もうぶっちぎりのね、もう時空をね、もう曲げるほどのね、こう1位を取ってやろうかなと思ってます。もうね、ここはマジで本気だしね、もうノーカットでね、行こうかなと思って、絶対勝つから、もう絶対勝つから、もう絶対勝つ。もう負けたらもうやばいから。よーい。うおー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 、勝ったな。あー、勝ち確ですわ。これお三人かな。あー、勝ちましたわ。あー、楽勝ですわ。もう時給が曲がっちゃったからね。あー、もう勝つわ。あー、羽が生えてくる。あー、褒められる。あー、あー、そこのあのゴールのところにニャエさんがいたらな、この中みたいな、もうふわーってなるのにな。はーい、シュー。おへへー、圧勝。圧勝だよ、これ競馬やったらもうやばいことになってるよ。圧勝だよ、圧勝。さあ、褒めるぞ。大活躍だったね。応援してよかった。おーい、よかった、やり直しよかった。おおお、バレー部は、バレーはちょっと絶対勝てんのやけど。いいね、立ち絵があるのいいね。大丈夫よ、いつも通りやりさえすれば絶対勝つよ、頑張って。あー、いいな、香織さん、もう最高やな、やべえ。はい、と、おー、夏服。あ、なんか若干制服っぽいよ、うん、平気じゃ。あ、なんかスカートの姿見てみたいな。今日はあんまり景色が良くないかも。私は、お、よかったー。タワーで景色が悪いなんて最悪やな。までは見えない。まあ当然だね。ごめん、雨になるなんて。ううん、私こういう景色も好きだから謝らないで。うえー、まだ早いから、お、帰る前に。いいねー。あ、やっぱり混んでるね。俺が並ぶから、香織さん、席取っといて。何をオーダーする？分かった、ハンバーガー10個とコーヒー10個だね。はーい。大食いじゃないもんな。私、こういうとこめったに来ない。どうして？嫌いなの？うん。割と好きなんだけど。あ、わかるわー。人だと来る気になれない。わかるわー。周りはみんな友達同士楽しそうだし。なんか家で飯作るのめんどくさいなと思って、こう、あ、たまにはこう飯食いに行こうかなと思って行こうとするんだけど、やっぱやめて、あのスーパーで適当に買って買っちゃう感じやな。俺もそんな感じなんだよな。これからハンバーガー食べなくなったらいつでも行って、付き合うから。ありがとう、すごく嬉しいな。おい、まあ俺食いたくなったら友達にすぐ言うけどな。飯食い行こうぜ、俺が出すからって言うけどな。お、あ、いた。なんだっけ、4月17日。あ、香織さん、俺になんか用？うん、渡したいものがあって。あ、誕生日か。はい、これ。何これ？誕生日でしょ、おめでとう、プレゼントだよ。あ、覚えててくれたんだ、感激だな。感激だなんて、そんな。あなたの誕生日忘れるわけないじゃない。デレデレやん。別に覚えやすい日っていうわけじゃないんだけどな。そんな意味じゃないの。え？
んでもない。なんか様子が変だったな。でも感激だな、プレゼントもらえて。やったぜー、プレゼントゲット、ウフフフフ。まあ多分分かってると思うんですけど、バレンタインのチョコもらってないんですよ。バレンタインのチョコもらってないから、ちょっとね、今回はもらいたいんだよ。3年目はね、特に3年目は特に。よいしょー、こんばんは。おいいね、いいっすね、いいね。あ、かおりさん待たせちゃったかな。今来たところだよ。うわ、今の待たしちゃったかな。めっちゃいいこと言ったな。よかった、じゃあ行きましょう。でも声優さん大事やな、めっちゃ大事やな。この浴衣すごく似合ってて可愛いよ。あー可愛いよ、いいね。あー可愛いね。あー綺麗だね、柄もすごくいい。あーどうしようかな。うわー、今回はこっちの方が良さそうな気がする。うん、ちょっと昔のなんだ。あー行こうか。可愛いよって言った方が良かったかな。もちろん金魚すくいです。あんたらもんだ。わ、4匹しか取れんやった。くっそ、結構集中したんやけど、なんか減りが早かったな。ギュインってやったな。マジか。マジか。へえ、割と得意な。あー、いまいちだったな。今日はありがとう。あ、もちろん。おい、あ、もう香織さん来てるな。早いな。ごめん、待たしちゃったかな。うん、じゃよーし。あの、こんな元気。あ、マジ、あ、うわ、雨降っとうの、ね、よかったら。お、一緒に行きたいところがある。いいね。今日はどうするの。お、中央公園か。そうね。うわ、ミスったな。鳩が多いね。いかにも平和の象徴っていう風景。あんまりもたくさんいるとちょっと、知ってた？鳩って都市にしかいないんだよ。え、くそー、一番下だったか。ちょっと疲れたな。よし、今日から合宿だ。練習きつそうだけど、うん、思いっきり、うん、頑張ろうね。やったー、八重さんと。うわ、これ八重さん見てー。八重さんめっちゃ見てー。これめっちゃ見てーな。俺八重さんめっちゃ見てー。八重さん来い。お、これは、あ、イベントだ。ふぅ、涼しくて気持ちいいなー。あれ、香織さん、あれどうしたの香織さん。あ、ほら、かわいいでしょ。追い込んできちゃったみたいなの。かわいい。くすぐったいってば。うわ、猫になりてー。猫になりてー。なんかムカつく猫だな。あ、行っちゃった。大丈夫かな。うん、猫はね。あー、猫いいな。いやー、猫いいな。猫に、あの猫になりたい、プラス猫欲しい、普通に猫欲しい。よーし、男は黙って真ん中だー。おい、バカ野郎、バカ野郎、見たかった。まあいい、いいんだよ。ストレスが溜まるという分は問題ない。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。